久保さん今回一条にしましまょうかあの福本さんのあの新作で今年からかな一条の漫画本が出たんですよね。あの状況生活みたいな一条さんがどうやって成り上がっていくのかっていうねで僕これ見てないんですけどもパチンコの沼で一条さんのそのちょっとねあの兵頭会長のそのなんだあの。 ワイ,ンワインがあって、足をこうつけてて、これ飲めみたいな。まあ、久保さんもなんか、ホスト時代なんかね、ヒールの酒を飲んだみたいな。一条さんも、兵頭会長の足が使ってるワインをね、こう、うわー飲むみたいな。うん。なんかね、多分、まあ、相当いろいろ、その、なんだろうな。僕は一条さんのこれが漫画に早くなってほしいなと。アニメ、アニメ化か。 アニメ化で見たいんです。僕いつ、いつもアニメで見るんですけどそう、あの、漫画よりアニメの方が面白いんですよね。なんかそのせあの、その、セリフ、あの、なんだ、あの、ナレーションというか、ナレーションと、あと、声優さんがね、いいんで、うん。まあ、この一条さんもすごい人生ですね。うん。 まあまあ仕事っていうのはね大変ですよ。そう。なんかそのやりたくないことを、なんかネットビジネスとかね、あのなんか、やりたい、好きなことを仕事にしようとかね、なんかやりたいことだけやっとけばいいよみたいな、そんな甘いもんじゃないし <laughs>、うん。なんか上に、上に這い上がろうと思ったら、じゃあ久保さんがネットビジネス始めるときに、 ブログ1万サイト作りたかったのかっていうと多分作りたくはなかったと思いますねうんただ自分の夢とか自分の生活を変えるために多分やっただけでやりたいからやったわけではないと思いますうんまあでもやってるうちにねなんかまあちょっとは気持ちは変わったりとか考え方が変わっていくんだけど当初はね 僕も今は動画に関しては10万本アップするみたいな感じでまあ採点目標みたいなできましたけど始めた時ってそんなのなかったしうんまあちょっと僕は僕はちょっと動画は苦痛でしたけどね最初はうんもともと表に出るようなタイプじゃなかったんでうん動画撮るの苦痛でしたけどまあ自分自分を演じてたというか自分を演じてたら、まあ、その役がハマってきたって感じですね 最初は役,役に踊らされてたけど役にはまってきたみたいなうんなんか高橋がなりさんも言っててそのなんかがなりさんもその役を演じてたというかがな,がなりっていう役を経営者のがなり強い自分を演じてたけどもずっとそれをやってたらまあがなりなのか 本当の自分なのか、自分はがなりなのかってよく分かんなくなってきたっつって言ってましたけどね <laughs>。でもどっちもええやみたいな、最終的に。うん、そうまあ、それぐらいなんだろうな。あの、うん。俳優さんとかもね、うん、いろんな役演じると思うんですよ。だすごい人っていうのは、なんかいろんな役を演じる。だから、あの、僕は、 あの竹内力さん竹内力さんってあの基本的にまあ有名になった役柄っていうのは結構こわ表の役柄が多いわけですよだけどパロディもやるんですよねあの人だから挑戦するんですよだからお客さんから撮るとお客さんが見ると竹内力はああいう役 みたいなね概念がああるしあれでこうなってるからでも武井さん力はさんは前なんかインタビューで言ったんですけど役者として、まあ、いろんな役が演じれるっていうその挑戦していくっていうとこであのー、いろんなことやってましたね<そう> <laughs> ますごいですよね、うん、だからこ一つのあれにはまらないっていう役者とは何なのかっていううん まあ、一人の役を演じることも大事だけどさまざまな役にこう入れる変えられるっていう考え方を変えられる臨機応変にできる、うん、どの役に入ったとしても、うん、その役を徹して演じれるようになるっていうなんかそういうのはすごいなと思いますけどね、うん、はいいってらっしゃい